せい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 ずけいやあ、せつなけいすきだよ。今回は、新実況、息してるっていうゲーム。見てくださいよ、この雰囲気。ちょっと重も、なんかストーリー性がありそうなゲームで、ちょっと気になったんで、やっていきたいと思います。スタート。バイ、路地の裏。路地の裏って、東路地の裏ってそんな感じの名前っぽく聞こえてくる作者さんやけ、ちょっと失礼かもしれんけど、ねえ、僕の声が聞こえるかい？なんかすごいな、なんか卒業式っぽい感じの雰囲気になってきとる。 BGM 的に生きてるの？生きてるのって聞くか死んでるの？何その二択。お願いだから返事を。いや、これが君にとっての幸せなんだろう。だって、これは全部君が望んだことだから。卒業って、人生の卒業でないか。え？なんて読むこれ、レイタ？あれ？これレイタか？誰かちょっと、読み仮名振って、読み仮名。寝てた？まあいいや、帰ろう。なんだこれ、なんか、早っダッシュしないで結構早っダッシュしないで結構早いぞ、これ、足が。操作ちょっと慣れるに苦労するかもしれないレベル。操作説明。決定キーに、まあ、キャンセルキーやメニューの開き。当ゲームにおける戦闘は難易度は高くありません。戦闘があるんだよ、こんな感じの。戦闘なさそうな感じやけどな。しかし、逃走ができないため、HP が少ない場合にはお気をつけください。一部ランダムエンカウントする場所があります。またイベントに必要なアイテムは自動で使用されるため、アイテムを選択する必要はありません。探索はできれば念入りに。それではまず玄関へ向かいましょう。なるほど、戦闘があるんじゃ。普通の夢とは違う。これは自分の思い通りの夢が見られる。何の話だい？何の話だい？夢はまるで現実化のように感じる。夢の中で働くのは普段意識されていることのない潜在意識だそうだ。でもよくわからない。いや、そのよくわからない話を俺にぶっかけてきてもよくわからないんですけど。うん。よくわからん話聞かされた。掃除ロッカー。ちゃんと整理しろよ！何も入っていない。お、なんか紙があるな。そんなに孤独が嫌だったの？いたずらされてるね。この机の生徒はいたずらされてるね。これか、きっと。君はなぜを望んだの？この机の人もか。てか、俺だったっけ、これ。いたずらされてる人間は二人もいるね、これ。さては。あ！違う、え？ちこれ。赤い液体が床に付着している。トマトや。調理実習でトマトを地面に落として誰かが踏んでしまったんや。そうや、誰か掃除するの忘れとったな。君が望めば何でも叶う。元気があれば何でもできるみたいな言い方。あ、誰かおる。ちょっと待ってよ、こっち入っていくねんな。ここでもか。ここでもセーブ。ここでもや。ここでも同じようなことよ。あ、これあれじゃん、同じ部屋か。入り口、右と左の入り口だけで同じ部屋か。びっくりしたわ、同じもん置いてあるって思った。君は誰だい？お？どうして？どうして逃げるの？もう助けてくれないの？あ、何？あいつトマト踏んづけていった。あいつトマト踏んづけていったで。掃除するめんどくさいのに自分で掃除してくれるんだろうか。玄関だったな、こっちか。あ、でも他のとこ探索したいな。あかんない、了解、探索する必要はないぞと一回言ってくれてるようなものです。どこなんこれ。あーおこの出てき方、ライトみたいな、ライトの嘘みたいな感覚ですよ。あ、猫の声。こっちじゃないよって言ってくれてるな、絶対。こっちは非常階段だ。今は使えない。そうか。あかんない。オッケー、猫ちゃん、こっちじゃないんだな。じゃあ、どっちなんだ。あ、玄関って言ったけど、下にもいる。誰かおる、誰かおるで。やめて。痛いから。今謝るから。もうやめてくれ。
ごめんなさい、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 ごめんなさい。いや、すげえ、俺。このごめんなさいは8連続めちゃくちゃ早く言うたら一回もかまんかった。珍しいな、俺。あいつもトマト踏んづけていった。あいつもトマト踏んづけていったで、ね。掃除する大変だったのに。空腹のおばちゃんが かわいそう。ここかな。あ、ここっぽいな。ちゃんと来れたわ、玄関。いつまで逃げるのかな。いつまで追いかけてくるのかなって、誰に追いかけられてんだ、俺は。鬼ごっこの最中か。掃除ろっか。だから整理しようや。これ、読めんのか。なんか貼り付けてあるけど読めるかなって。だいたい5時あたりだったらしい。夕方の。臆病者め。もう臆病でいいよ、俺。いい香りがする。これは普通なんじゃ。これは普通に読んだんや。お前、なんかいらない。何欲しがられとったんじゃ。最初の方欲しがられとったんじゃ。なんか知らんけど。I want to, I need you, なんやんだ。ヘビーローテーションなんや。開かない。開かんのかい。なんで？俺が聞きたいわ。俺が聞きたいんじゃ。なんでって俺が聞きたいんじゃ。一番聞きたいのは私ですよ。お、イベント。お、このピーって出てくる感じいいな。あ、こんなにムービーが。ねえ、なにこれ。宇宙人みたいな出てきた。なにこのブラック宇宙人。え？戦闘いきなり入ってきたんだけど。黒の住人とか言われても困るんですけど、HP1 しかないで、こいつ。HP、見た目以上にめちゃくちゃ弱いんやけど、ダークライみたいな感じの人ってめちゃくちゃ弱いんやけど、眠らせてこんだろうな。あいやー攻撃食らってない。スイッキール、なにこれ。高校生、カッコ罪って何？カッコ罪？なんかの罪を背負っとう感じになったんじゃ。いけー当たってない。おい、レイタくん、レイタって読むか知らんけど、レイタくん、攻撃スキルないぞ。ちょっとちゃんと筋トレし、なんか力溜めてるやん。もう、あと一発で倒せるのに力溜めてるやん、お前。溜めんな、え？ちま、力溜めんな、いつ、お前。早く殺せ、早く殺せ、早く殺せ、お前、オーバーキル目指してんじゃねえよ。お前、オーバーキル目指して、ブー、そうなるよね。そりゃそうなるよね。え？新しいのができた。君、大丈夫？あ、なんかすごい。すごいなんかさ、目隠しアクターズだっけ？まあ、とりあえず、カゲローデーズ的なやつによく出てきそうだな。落ち着いて。さっきのはもう消えたから。ほら、これを持っていきなよ。なんだい？武器だよ、武器。さっきみたいなやつら、そこら中にいるんだよ。また、あんなのに襲われたら大変だろ？手ぶらよりマシさ。お前そんな用持ってるな。銃って銃刀法違反とかならんのかい。再起間髪。武器っていうか魔法だね。すごいね君、なんか伝授してくれたね。僕の名前はノア。君はなんて名前なの。辻本。本当にこれさ、レイタでいいんかな。ちょっとすごいわからんのやけどさ、俺の友達でこれレイって、この字でレイでさ、なんか別の読み方してるますってみたいな。これレイなん本当に。そう、レイダ君だね。一体どんなところで、こんなところでどうしたの。え、目が覚めたらここにいた。ああ、そうなんだ。ああ、やっぱりね、何か知っとるこいつ。でも、君が思っているものと違うと思うよ。ここ、夢の中だから、君の夢。夢なら早く目覚めたいって？多分、すぐには無理だと思う。今、君が見ている夢は、普通の夢とは違うらしい。それに、目覚めろ！目覚めろ！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 やめときなよ。ごめんね。僕もどうやったら目覚められるか知らないんだ。今は待つしかないとは思うけど、何のために来たんや、それだったら。それは、いや、何か手がかりがあればいいんだけど、探してみる？大丈夫、そんな心配そうな顔しないで。僕はね、正義のヒーローだよ。あははは、そんなおちゃらけたい正義のヒーローいるか。おるかもしれん。
おるかもしれんけど。冗談だって。僕はあの子を探しに来たんだよ。あの子って誰だよ。とりあえず早く行こう。君が目覚めたら、目覚めたいんなら、ね。もう目覚めたいから、ノアが仲間になった。仲間と言っていいぐらい信じられる仲間かわからんけど、俺がめちゃくちゃ速い走ってるのに、こいつめちゃくちゃぴったりついてくる。こいつは一人を争うようなスプリンターになりそうだ。鍵、まだどっか行っちゃった。確か玄関あたりでなくなったような。なんて、昨日聞くやつが書いたのか簡単に見つかった。職員室の鍵も簡単に見つかった。あっさり見つかったよ。いつまで逃げるのかなって。靴箱、誰の靴もないと。バンバン見ていったら誰かの靴あったりするかな。これは誰の靴だみたいな感じにならないね。ならなかったね。よし、ってことはもう職員室か。職員室行けって感じやな。職員室どこかわからんけど、職員室って言ったらなんか1階にあるイメージがおーっと入りました。あ、これが勝手に使ってくれるってやつじゃ。メニュー開かんでも勝手に使ってくれたんだ今完全に。よっしゃー、まだ紙がある。こちらの校舎の1階の東の準備室、鍵は何々先生の机にあるはずです。何々先生の机はこちらです。え、メモの裏に何か書かれている。何これ、この壁描いた人めっちゃ親切やん。夢の中の親切な人やん。導きに案内ね。402。謝れば命削られる。死ぬやつやん。死ぬやつやん。それ間違ったら死ぬやつやん。何かの暗号かな。これが示しているところに鍵があるんだろうね。さらっと言ってくれるやん。不穏な言葉抱えてたやん。命削られるとか抱えてたのに、すごいさらっと言ってくれるやん。402か。わからん。丸の意味がな、わからんね。42だろ。普通に考えれば、間みたいな感じなんかな。考えが単純すぎるか。でも死にたくないからね。死にたくないから、バンバン、お？あ、402、ここで出てくるんか。8たす4が432。計算間違ってる。大幅に間違ってるね。12なのに432、432って間違いすぎにも程があるね。絶対何かあるね、これ。だな。なんだろう、これ。あ、そうか。多分ね、8432で4321。つまり一桁目、1の位と10の位側の、この2つをかけた数字になる。4。100の位の4は多分ね、さやな、多分。8から4引いたら4やし、7から3引いても4。それから考えたら、6から2引いても4になる。そして6、2、10、2、1。丸は1じゃ。冴えてるな、俺。めっちゃ冴えてるな、俺数学得意だからな。セーブ。よっしゃ。鍵取ったら、鍵取ったらと。4、1、2。412。え？で、その丸のところにありますよ、みたいな感じ？じゃあ、ここ？机の上に何かある。Yes! or Yes! 準備室の鍵を手に入れた。よっしゃ、いいっすね。というわけで、まあ、次の回に準備室に行くんで、今回はセーブで。なんか雰囲気がすごい重々しい。ノア君、君、僕より HP 少ないってどういうことだね？そんなんで僕の仲間になってくれるのかね。しかも虚像ってなんだね。罪に嘘を重ねてくるのかいね。よし、じゃあなんかすごい雰囲気が面白そう。ストーリー性がありそうで、デザインキャラクターが結構デザインなんか映画結構なんか俺好みで面白そうになんで、今回もバンバン、次の回もバンバンやっていきたいと思います。というわけで今回はこの辺で仕上げ。またね、次回も見ろよ。絵が気に入ってダウンロードしてみたけど、ストーリーがまだ全く見えてこないね。なぜレイタ君が弓の世界にいるのか、どうやったら目覚めるのか、謎ばかりです。ただ一つだけ言えるのは、トマトは踏んづけちゃいかん。